どうもです。今日はね、日帰りで、隣の県の富山県に行ってきたいと思います。まあ、ちょっとね、まあ、今、ここ石川県の金沢市なんですけれども、隣の県の砺波市とかいうところに、まあ、友達が住んでるんですよ。で、今日たまたま休みがあったので、まあ、ちょっとね、日帰りで今からパッて行ってきて、まあ、友達とね、まあ、ご飯食べたりして、そのままね、金沢に戻ってきたいと思います。まあね、せっかくなんでね、まあ、行きはバスで行って、帰りはまあ電車で帰ってくるんですけれども、まあその様子をね、ちょっとね、動画にしてね、アップしたいと思います。それでは、行ってきます。この金沢駅なんですけれども、なんかこの、ビアイン金沢ってすごいですね。金沢駅の中にホテルありますね。ちょっと今度一回ここ泊まってみてレビューしたいなと思うんですけど、まあ今回は、まあこの後富山行くんでね、まあ別の機会に。にしてもすごいな。駅直結どころか駅の中にあるしね、すごいですね、このホテル。で、こちらが金沢駅の真正面にあるバスターミナルです。多分ね、ここのバスターミナルのどこかから出発です。高岡駅っていうバスに乗って砺波駅で降りる予定です。すいません、こっちじゃなかった。さっき調べたら東口から出てるらしくって、僕が今いたの西口なんで真逆っすね。まああと出発時間10分あるんで、パパッと移動してバス乗りたいと思います。こちらが金沢駅東口のバスターミナルです。ちょっと時間ないんで先に行きます。なんか乗り場が全然わかんなくて、インフォメーションセンター行ったら一番乗り場から行けるよって言われたんで、とりあえず一番乗り場に行きたいと思います。もう目の前にあるけどバスな来てないな。まあ来るだろう。出発まであと3分です。これだ、今から乗ります。このバスに乗ってきました。砺波駅。これ、友達に言われるまでこの漢字を砺波って呼ぶの僕知らなかったっすね。なんか、砺波？砺波？よくわかんねえ。まあいいや。この駅ね、意外とすごくて、まあ富山にあって、まあなんかどういう立ち位置の街なのかわかんないですけど、すごい。池袋、新宿、名古屋に行くんですね。あと京都、大阪、めちゃめちゃすげえじゃん、ここの駅。パッと見なんか、こんな感じで、まあ言い方は悪いですけど、そんな大きい駅じゃないですけど、なんか主要都市ガンガン行くし、半端ないですね、この駅。あ、意外と便利かもしれないですね。へえ。ちなみに今ね、1時40分ぐらいだっけな。で、友達との集合が2時半なんで、まあ50分ぐらい暇なんでね、まあ、ぼちぼち散策しようかなと思います。なんかチューリップ公園っていうのがあるらしいですね。ちょっと行ってみます。こっちに700メートル。見てください。砺波パブリックライブラリー。これ図書館か。なんかすごいスタイリッシュでかっこいい図書館ですね。意外とすごいな。まあここまっすぐ行ったら。チューリップ畑あるらしいです。ちなみにこれマクドナルド。なんかここまっすぐ多分突き当たりがチューリップ公園な気がするんですけど、多分これかな。なんかちょっと赤
赤い花っぽいの見える下もこれだと思います。まあ、ちょろっと見て帰るかな。友達と砺波駅2時半集合してるんで、歩いて10分ぐらいかかったから、まあ10分15分ぐらいしか入れないですけど、まあせっかく来たんで何か買ってみましょうか。多分これだろう。やっぱりここっぽいですね。お客さん僕以外誰も見かけないんですけど、思いっきりシーズン外したかな。たまたま、まあね、見つけただけなんで。フラワー都市宣言、なんだろうこれ、なんか書いてる。フラワー都市宣言、美しく、花が有名なのかな、砺波は。砺波なんて僕初めて聞いたけど、砺波出身の人には申し訳ないんですけど、友達がいなかったら多分砺波っていう街を知らずに僕は一生終えてたと思います。お、すげえ、なんかピー、あ、でもすごいな。垂れてんな結構。なんかこんな感じでチューリップかこれ。これはチューリップなのか。まあいいや、シンボルはチューリップみたいですね。こんな感じのがありますし、ぼちぼち人がいます。あ、チューリップ畑っていうよりはお花畑ですね。なんかこんな感じでぼちぼちお花があります。というわけでね、ちょっと時間も時間なんでね、まあ滞在時間10分も満たないですけど、もうちょっと砺波駅の方戻ります。まあね、まあ、多分シーズンに来ればなんかすごいんじゃないですかね。なんかちょっと今は時期が微妙なのかもしれません。まあそんな感じです。なんかいきなり滝みたいな流れ出しました。すごいですねこれ。スマホの充電やばいから、ちょっとこれから会う友達にモバイルバッテリーを借りたい。なんかモバイルバッテリー持ってきたと思ったらケースの中に入ってなかったんですよね。ちょっとやばいです。あと7、8パーぐらいしかないんで、このままだとこれ以上撮影できないというか、友達と連絡が取れない。やばいな。さっき友達と別れてですね、これから、金沢の方に戻りたいと思います。高岡駅着きました。これから乗り換えて金沢駅行きます。
はい、水平ドアから。